皆さんおはようございます。ダーブ役は聞いたけです。変化する技法を言います。カレー好きな人、辛党、辛党を超え、酒の好きなことを作成する言葉です。辛いものですけども、全然違いますよね。はい。甘党はスイーツですよね、大体。はい。とんかつはとんかつでも、カタカナとかひらがなとか、豚とか、これ習慣、どれでもいいです。大和言葉か、それとも漢語なのか、皆さんコメントでお願いします、とんかつ。確かにキャベツ、ひらがなのキャベツ、やはり。方言によってもいろいろ出るかもしれません。はい、鮭の塩焼きと鮭どっちがいいでしょうか。鮭となってますが、弱め鮭なんですよ。実は鮭、鮭と言い分ける傾向ありますので、お魚これなかなか難しいです。牛が牛、豚が豚、鶏は柏、柏は実は西日本各地の言い方です。いろいろな動物によっていろいろな食材、牛、豚、柏など、これ動物に対して言う言葉ほとんどないかと思います。鮭の話だけにいくらに書いても書き足りません。ガチャで出ました。座布団1枚以上です。バイバーイ。